成人の日のWEリーグ第7節、ベレーザがホームにアイナックを迎えました。前半7分、ベレーザのシーンです。キャプテンの木下、右足振っていきました。続いて8分のベレーザのシーンです。藤野青葉、右足遠めから打っていきました。ゴールキーパー山下がここはキャッチです。そして10分、フリーキック、藤野、ここはゴールキーパーの山下が弾き出しました。真ん中へのシュート。0対0で後半へ振り返します。次は前半38分です。神戸のシーン、跳ね返り、ここは最後は高瀬のシュートでした。今日先発、開幕戦以来の先発となった高瀬のシュートがありました。前半0対0で後半へ折り返しました。50分です。ベレーザ、藤野青葉、ドリブル、右足振っていきました。左サイドからドリブルシュートまで来ました。69分、コーナーキックから、最後は竹重が打っていきました。76分です。藤野のシュート、右足振っていきましたが枠の外でした。そして89分です。アイナック、北側から松原、最後は森谷のシュート、これが決勝ゴールとなりました。森谷雅、今季初ゴールです。落ち着いて左隅に流し込みました。ベレーザ対アイナック、2位と4位の上位対決は0対1でアイナックが勝利を収めました。アイナック首位でリーグ後半戦へ折り返します。